蒜山インターチェンジを降りてすぐ、大きな風車が目印の道の駅風の家です。世界45カ国で展開している旅行者の口コミを集めたサイト、トリップアドバイザーで、口コミや訪れた人の評判をもとに集計された行ってよかった道の駅ランキングのトップ20が発表されました。全国1059の施設の中から17位にランクインしたのがこちらの風の家です。岡山県内では唯一、中国地方でも唯一のランクインとなりました。口コミの評判で多かったのは、新鮮な野菜が多く並ぶ直売所です。週末になると直売所は1日1200人から1300人が利用するにぎわいで、サイトには採れたての野菜がいっぱい、休憩と昼食、土産に便利、蒜山に来たらまず寄っていくといった書き込みが見られます。ランクインを受けて風の家では、特徴でもある直売所を評価していただいたことを嬉しく感じる、生産者や地元の人にも喜んでもらえるような場所にしていきたいと話していました。